ブレベスニク空港は、ロシアサハリン州クリル管区イトゥルップ島ブレベスニクにある軍用の飛行場である。この飛行場は、第二次世界大戦前に日本軍によって建設されたものであり、日本が敗戦によりこの地域の実効支配権を失うと同時にソ連軍に接収された。現在ロシア連邦がエトロフ島を実行支配しており、 ロシア連邦軍のこの地域最大の軍用飛行場となっている。2008年現在、Google マップの画像によると、空港の舗装滑走路の 1km 北に並行して約 1200m 超、約 70m 幅の滑走路が存在している。1968年、アメリカ軍兵士を乗せ横田基地に向けて飛行していたシーボードワールド航空の民間チャーター機が、 ソ連軍機に強制着陸させられる事件が起きた。イトルップ島の中心部クリリスクまでは、舗装されていない道路で2時間以上かかる。当機は、雪上車の利用となる。当初は、軍民共用空港として運用されていたが、この空港は、霧が発生しやすく、離着陸に支障があることから、2007年から新規に、ヤースヌイ空港の建設を開始し、2014年9月に、 開港した。民間機の就航は新空港に移転したが、この空港は引き続き軍事用を主目的とする予定である。2021年までに天霊飛行場跡地を調査したロシアの研究者によれば、同飛行場の跡は現在もブレベスニク空港の滑走路と並行して残されていること。空港近くの海岸には統治下が残されていることが報告されている。 天然飛行場に関するカテゴリー、ありがとうございます。